皆さん、こんにちは。今日は森口博子さんのことについて紹介します。まずは森口博子さんの経歴とプロフィールから紹介します。森口博子は日本の歌手、タレント、司会者、本名、花村ひろみ、生年月日、1968年6月13日、現年齢、55歳、出身地、日本。福岡県福岡市南区、血液型、A 型、高小サイズ、身長、体重158cm、43kg、活動、デビュー、1985年、ジャンルはアイドル歌謡曲、J-POP、アニメソング、他の活動はタレント、歌手、その他の記録、バラドルとして活躍、モデル、テンプレート、カテゴリー、福岡県福岡市出身、ノーリーズン所属、元祖バラドルの代表格、アメリカの有名俳優のせいで、森口博子がエイズにかかっている可能性が、前よりテレビで見ることが少なくなった森口博子さん、テレビ出演はなくても、精力的に全国を回ってライブをしているらしいものの、メディアの露出が減ったのは、エイズにかかっているからではないか、との噂があるそうです。噂の発端になったのは、アメリカの有名な俳優、チャーリー・シーンさんの暴露でした。チャーリー・シーンさんは人気のある映画俳優で、年収が30億あるとも言われるセレブです。一方で発砲事件や覚醒剤によるスキャンダルに耐えない人なのですが、さらにスキャンダラスなことを自ら打ち明けたとのことです。それがエイズに感染しているというもの。しかも、エイズの感染が分かった後も、ヒニングをつけずに女性と体の関係を持っていたとも言いました。その女性の一人が森口博子さんではないかと疑われているわけのようです。噂ではチャーリー・シーンさんが映画メジャーリーグの PR のために来日した時に森口博子さんが番組で共演、番組内でチャーリー・シーンさんにキスをされて、そのまま盛り上がりホテルに行ったと言われています。週刊誌は森口博子さんがチャーリー・シーンさんを追って外国に飛んだとまで報じたようです。チャーリー・シーンさんが来日して番組で共演したのが1994年、エイズ感染を暴露したのが2015年なので、時期的には違うと思われるものの、チャーリー・シーンさんがどこまで本当のことを言っているかわからないので、森口博子さんへの疑いも拭えないようです。森口博子さんがエイズ感染について話したことはないですし、チャーリー・シーンの証言がどこまで当てになるかわからない以上、そんなに疑ってかからない方がいいかもしれません。森口博子が結婚しない理由が衝撃的で複雑。森口博子さんは1968年6月13日生まれですので、すでにアラフィフ世代です。この年になっても結婚していない理由を調べてみると、様々な理由が相互に絡み合っていることがわかりました。森口博子が結婚しない理由は吉井和也。1995年頃に森口博子さんは吉井和也さんと噂になったことがありました。当時 NHK で放送されていた音楽番組ポップジャムに司会進行役として出演していた森口博子さん。そこにゲスト出演したことがきっかけで交際がスタートしたと言われていました。フジテレビ系で放送されていたバラエティ番組、笑っていいともに、レギュラー出演していた森口博子さんに対して、司会のタモリさんが、吉井和也さんとの熱愛疑惑について突っ込んだり、テレフォンショッキング以外のコーナーに吉井和也さんもゲストで、一回だけ出演したこともあるようで、何かと番組共演の機会がありました。好きなバンドは？と聞かれた際に、イエローモンキー。と即答まではしなかったものの、吉井和也さんに好意を抱いていたことは紛れもない事実です。ですがその後、吉井和也さんは出演したラジオ番組内で、森口博子さんとは何の関係にもないと明言、あることないことをデタラメに書かないようにしてほしいとマスコミ批判をして以降、森口博子さんと吉井和也さんの関係は一切報じられなくなりました。森口博子が結婚しない理由は仕事が最優先だから、森口博子さんはこれまで交際して結婚をしようかという相手がいたようですが、いざ結婚となると森口博子さんに仕事を辞めるように
言ってくる相手ばかりだったそうです。森口博子さん曰く、仕事を辞めるという選択肢は一切ないということで、音楽を通じてファンの人たちとエネルギー交換できている、今が最も充実しているようです。理想の結婚相手については、お互いのこだわりや大切にしたいところを話し合うことができて、広い意味において柔軟性のある男性が良いと語っていました。仕事をしながら家事や育児をしていくことを許容してくれる男性に巡り合うことができれば、結婚という可能性も出てくるのですが、少なくとも今現在は仕事が中心の生活をしていますので、結婚の可能性は低いものと思われます。森口博子が結婚しない理由は育ってきた家庭環境。森口博子さんが8歳の頃に両親が離婚し、シングルマザーの家庭で育てられました。自分一人で森口博子さんを育てなければならないという使命感もあったのでしょうか。森口博子さんの母親は恋愛に関してはもちろんのこと、その他の私生活全般にわたってとても厳しい方だったそうです。学生時代に好きな人ができても、母親の目が気になって交際はおろか、告白することもはばかられるような環境下にいましたので、恋愛に対して奥手になっていった可能性が非常に高いです。森口博子が結婚しない理由は潔癖症。森口博子さんは芸能界でも指折りの潔癖症だと噂されています。何でもトイレの便座に座ることができないようで、用を足す際には便器に座らずに中腰で用を足すとのこと。森口博子さんの年齢からは想像できないボディバランスやルックスは、潔癖症がゆえのこういった普段の行為が生み出しているんだと妙に納得させられましたが、男性の目からすると少々行き過ぎているような気もします。森口博子が結婚しない理由は性格。この画像を見ると右から2番目に写っている森口博子さんの顔だけが異常に白いことがわかります。元踊り時色白な森口博子さんではありますが、この白さは異常です。照明スタッフに白いライトを当てるように強要したのでしょうか。この件に限らず、森口博子さんは何事も完璧にやらないと気が済まない完璧主義者です。仕事上はもちろん、プライベートでも中途半端が大嫌いな性格ですので、結婚相手や彼氏についても自分自身が納得した相手じゃないとうまくやっていけないことは自明です。森口博子さんの性格が悪いというわけではないのですが、何事にも完璧を求めてしまうあまり、周囲には接しづらい人だと思われている節があることは否めない事実です。森口博子が結婚しない理由は母親との同居。森口博子さんは4人姉妹の末っ子ですが、3人のお姉さんは皆結婚して家庭を持っていますので、独身の森口博子さんが高齢の母親と同居しています。同居する母親が高齢ということで、結婚しても同居しなければならないというプレッシャーが男性側にはのしかかってくるため、結婚を遠ざけてしまっている可能性があります。森口博子さんは女手一つで4人の娘を立派に育ててくれた母親のことが大好きで、心から尊敬していることから、この先もできる限りは近い距離で一緒に過ごしていきたいと考えているそうです。森口博子さんは2019年7月に行われたインタビューで、インタビュアーからの結婚はいつとの問いに対して答えた内容の詳細は以下の通りです。結婚についてはご縁があれば、2018年に50歳を迎えて、もう50年間も生かされてきたんだなと思うと同時に、これから一人で最後を迎えるのかなと寂しさを感じることもある。結婚という道を選択せずに仕事に邁進するという道を自分で選んだことに対する責任と充実感の対価だと感じている50代に突入し、いよいよ結婚の可能性が低くなってきたことを自覚している様子ですが、最近では芸能界に限らず、年を取ってから結婚するケースが増えてきていますので、森口博子さんにも良い話が出てくることを期待したいと思います。近年、森口博子はテレビでの露出が珍しくなり、一部では消えた、干されたなど噂が飛び交っているようです。森口博子は幼少時代から数多くの歌合戦出場をこなし、10代でスクールメイツに所属。
下積みを経て1985年にアイドル歌手としてデビューしました。現在テレビで森口博子の姿を見る機会が少ないのは事実ですが、現在のテレビ業界は森口博子のような大ベテランより若い人を起用する傾向にあるため、露出が減って消えたように見えるのかもしれません。他の芸能人とキャラが被るなどの理由から、森口博子自身がテレビの仕事をセーブしていたという話も聞こえてきます。その分、ライブコンサートや地方営業などに仕事内容がシフトしている事情も重なっているといいます。総じて一時の勢いこそないものの、テレビ出演が減っているだけで、森口博子が芸能界から消えたわけではないようです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。